米大統領、同時多発攻撃捜査文書の機密解除を指示、遺族圧力でバイデン米大統領は3日、2001年9月11日の米同時多発攻撃に関連する連邦捜査局、FBI などの捜査文書について、機密指定の広範な解除を指示する大統領令に署名した、司法長官に指定見直しを指示し、解除された文書を向こう6ヶ月で公開することも求めた。 バイデン氏派関連資料の機密解除を昨年の大統領選で公約。遺族らは8月、バイデン氏が機密指定を解除しないのであれば、事件から20年の節目となる9月11日の追悼式典に同時に出席してほしくないと訴えていた。遺族らは今月2日には司法省監察官に対し、実行犯とサウジアラビアを結びつける証拠を FBI が揉み消した疑惑があるとして、 調査を改めて要請していた。バイデン氏は追悼式典に出席する予定。サウジ政府は攻撃への政府としての関与を否定している。